の名はリオン。お前の方こそ見ないかな。ああ、まあね。でもすぐに分かるようになる。世界一のレーサー一文字豪輝って、世界中に知られる日もそう遠くないから。一文字豪輝？そんなレーサー聞いたこともない。本当に速いのか、お前。だから、今は知られてないけど、すぐ有名になるって言ってんじゃん。本当に速いのか、それともただのハッタリかは知らないけど、自信だけはあるみたいだな。あ、ひどいな。ハッタリだと思ってるのか？世界グランプリにも出場していない、見たことも聞いたこともないレーサーが世界一だなんて言われて、信用しろって方が無理だろ、普通。え、まあそりゃそうだけど。でもさ、ほら、これに優勝すれば少なくともお前は分かってくれるよな。まあな。でも優勝以前に僕のガンブラスターに勝たない、先にも進めないぜ。お前の方こそそれを分かって言ってるんだな。当然勝つさ、勝たなきゃ優勝できないもん。なるほど、それなら相手になってやる。ガンブラスターの走りで自分が井の中の蛙だってことを思い知らせてやるよ。望むところさ。俺もお前のことは見たことも聞いたこともないから、お互い様だ。お前の方こそマックスブレーカーの速さを見てビビるなよ。期待してるぜ。せめて GP チップの調整相手ぐらいにはなってくれよ。ああ、俺も強い相手なら大歓迎だ。行くぜ。仕様でもないマシンにガンブラスターが抜かれるなんて。これで俺の速さが分かっただろ。世界一のレーサーの実力。確かにな。世界一かどうかは知らんが、お前の実力は見せてもらった。悪かったな。いや、謝ることはない。お前もむちゃくちゃ速かった。負けても全然おかしくなかったからな。一文字豪輝とか言ってな。覚えておくよ。また勝負してくれ。もちろん。お前みたいな強いやつは大歓迎だ。悔しいが優勝はお前に譲ってやる。だから負けるんじゃないぞ。うん、任せておけ。一文字豪輝。世界もまだまだ広いな。
うん、よう、お前が次の相手か。見たことないやつだな。日本のレーサーか。おお、俺は世界一のレーサー、一文字豪輝だ。そうか、頑張れよ、世界一くん。ちょっと待て、お前絶対バカにしてるだろ。ああ、悪いな。お前の相手をしている暇はない。レースがしたいんだったら、もう少しレベルの近い相手を探した方がいいぜ。だから世界一だから、誰でも OK なんだよ。日本のレーサーは相変わらず騒がしい奴が多いな。そんなに熱くなるなよ。クールに行こうぜ。わかった。クールでもなんでもいいからさ、勝負しようぜ。お前、本当に俺とやるつもりか？見逃してやるって言ってんだぜ。さっきからその態度、気に入らないな。だいたいそういうお前こそ本当に早いのかよ。少なくともお前よりはな。それにこんなレースで勝って星を増やしたところで何の勲章にもならないんでな。ああ、ますます気に入らないな。そんなこと言って本当はそっちが怖いんじゃないのか、俺に負けるの。人が親切で言ってるのに分かってないみたいだな。仕方がない、そんなに言うなら相手になってやるよ。そうそう、初めっからもったいぶらずにそうすればいいんだよ。まったく。その代わり、やるからにはどんな相手でもパーフェクトに勝利するのが俺のやり方なんでな。悪く思うな。そっちこそ負けても言い訳すんなよ。なんだと？よっしゃ、逃げ切ったぜ。バカな、パワーブースターを使っても追いつけないのか。どうだ、これで分かっただろ、俺の実力。なるほど、確かに大したやつだ。でかいことを言うだけのことはある。お、やっと分かってくれたみたいだな。豪輝一文字とか言ったな、お前。え？おう。さすがミニ四駆発祥の地、日本。ビクトリーズ以外にまだこんなレーサーがいるとはな。だがお前のデータは取らせてもらった。次に勝つのは俺だ。おう、
強い奴とのレースは大歓迎。またやろうな。オーケー、覚えておくぜ。